大健太コール。改めまして、新日本プロレスのファンの皆さん、健太です。おそらく多分ここにいるほとんどの人がもしかしたら初めて俺のことを見るかもしれない。まあ実際帰ってる人もちらほや、まあそれはいい。それかもしくは昔から俺を見てくれている人も、覚えてる覚えてる、見覚えある。あ、覚えてる覚えてる。非常に目がいいですね。いや、お前は覚えてない。覚えてる。まあ今日田中さんと試合して、新日本のファンの皆さんと、まあ田中さんが築き上げた、まあ信頼関係みたいなものをまざまざと感じて、それは長年時間を割いてここまでの形にしてきたんだろうなと勝手に推測しました。でも俺も遊びにここに来たんじゃなくて、久しぶりにみんなに会いに来たわけでもなくて、それもあるよ、それもあるけど、俺はG1 クライマックスを優勝するためにここに来たんで、みんなが俺を知っていようが知っていまいが、そんなことはまあどっちでもよくて、 G1 クライマックス29、いい声してるな、通るな声、誰だおい、いい声してるなおい、野球部かお前。いや、しつこいしつこい。まあそんな感じで、俺は必ず初出場初優勝をして、またここに帰ってこようと思います。せっかくだから覚えて帰ってください。健太でした。最後は俺だったか。いや、もうすげえ充実してるな。しかしまあいろんな、まあ、どんなもんかっつって俺を定め見定め、わかんないけど、まあそれをしてるような人たちもいて、すげえ緊張感で、まあ、これすらも今までなかったから、こういう緊張感の中でできることを今一度幸せに感じて、しっかりと期待に応えて、まあ期待イコール、まあ優勝目指して、いや優勝してまた帰ってきたいと思います。